先駆け星畑争奪全国高校剣道大会は、秋田県剣道連盟、秋田伊佐信奉社、秋田県高等学校体育連盟が主催する高等学校剣道の全国大会である。男女それぞれの大会があり、正式名称は、男子大会が、先駆け星畑争奪全国高校小畑剣道、大会、女子大会が、 先駆け性バタ争奪全国高校女子剣道大会である。毎年3月下旬に男子大会と女子大会が並行して開催されるただし主催者の一つである秋田勲信尾新報社自身男女共通で先駆け性バタ争奪全国高校剣道大会の名称を使用することが多い。男子、女子ともオープン参加となっている。すなわち、 地方予選が一切なく、基本的に日本全国どの高校も実施要項に従って手続きを行うことで、一校一チームで自由に参加することができる。ただし2021年は秋田県外のみ出場が認められている。日本全国の高等学校の参加を認めており、東日本からの参加にとどまらず、過去に何度か優勝している。 PL 学園高校や九州学院高校など西日本からの参加校もある。秋田県秋田市にある秋田県立武道館で開催される。かつては秋田市立体育館で開催されていた。2003年男子第32回大会、女子第19回大会は大会が途中で中止されたため優勝校が決定することはできなかった。これは大会2日目に 選手等に配られた弁当によって食中毒が発生し最終日が開催できなかったことによるもの。また2011年には東日本大震災の影響を受け中止となった。2020年には新型肺炎の影響を受け中止となった。県内の高校のみで先駆け星畑剣道大会30日、秋田市で無観客。秋田伊佐信奉者。テンプレート。 サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。感染症、食中毒情報、日本医師会、先駆け世紀高校剣道大会の中止決定大震災の影響を考慮。ありがとうございます。